チャプター4行きました。待て、飛ばす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 、ゲロリンチョ飛ばす、ゲロハキオさん、ゲロハキオさん、ゲロハキオさん、オッケー、うう、ま、マジかマジか、お、えぐいえぐいえぐい、うわめっちゃ弾が、うん、でこっからサミエルパートに戻りましたね。セイクリッドハート病院の危険な迷宮から脱出する道を見つけた後、サミエルは怒りと復讐に燃えてサンドバンを追跡していた。しかし金サイトの、街路では彼の想像を軽々と超えるような本物の悪夢が待ち構えていた。なになになに、あれもしかしてついにエリートゾンビ出てきますか。うん、チャプター4行きました。街を抜けてケーブルカーの駅を目指す。あ、また山の方に戻るんだね。そう、サミエルは復讐心に燃えてますからね。三つどもえになるのはわかるよね。そこでどうね、うん、レイブンが判断するか。もしかしてさ、チャプター3よりが難しいってことありえるね。ありえますね。チャプター3以上の難しさが、また待ち受けてるんでしょうかね、きっと。コインランドリーだ。後ろ大丈夫？後ろ大丈夫？ちょっと、これちょっと距離取ってゆっくり処理していきます。外す！いないかな？さっきの人以外。あ、ゲーセンがあるね。フルライフ。これ多分ハーフライフをもじってんだと思いますよ。やっぱね、ハーフライフっていうのはね、そう、PC ゲームの中では古参なんで、うん。まあ、FPS ゲームのね、元祖の一つと言っても、うん、過言ではないと思います。理念室かな？理念室っていうんだっけ？こういうところ。こういった、タオルとかがあるところ。こっちは？管理室だね。ファイルある。クリーニング店オーナーのメッセージ。あ、バイオハザードがね、発生した、うん、さなかのお話みたいですね。とある人をね、ここのオーナーは待ってたみたいなんですけど、ちょっと来なかったんで、ビンズって人をね、迎えに行ったみたいですね。まあもしかしたらね、その、うん、待ってた人が戻ってくるかもしれないから、この手紙を残してたって感じ。ビンズはアーケード街にいたって、うん、書いてあったけど。待って、ここは暗証番号なんかね、あったか。暗証番号になるメモ書き。しまったけど、どうかな、いるかな、いない、 OK。 外かな、外だね。あぶね、あ、下か、よかった。え、でも回り込んできそう、あいつ。回り込んできそうだね。あれ？違う。ここ、あそこじゃん。あそこだ、あそこ。ほら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 。あー、来ました？ちょっと待って。後ろ後ろ後ろ。よいしょ。レイブンがいたところ。ここ、あかんかったんだよね。確か。それを今、サミエルが開けた感じ。こっからもしかして下水通る？いや違う、ケーブルカーに行けって言ったよね。下水は通んないんじゃないかな。多分別ルートになると思う。っていうか、そうであってほしいんだけど。ちょっと待って。あれがオーナーだったのかもしれないね。なんかオーナーっぽい感じするよね。なんか、オーナーって聞くとね、若干、お太りになられてる。
やばいやばい、危ねえ危ねえ。お太りになられてる方ってこう印象があるんだけど、やべえな、2発外した。これどっち行くんだろう。いや本当にエリートゾンビ出てきそうだよね。だってこの近辺だったもん、エリートゾンビが出てきたのは。ここもいないよね、レイブンが倒してるはずだから。いたよー、危ねえ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 、いたよいたよ、おったなあ。そういうこと、幻だったの。っていうか幻に噛みつかれたらどうなんのかね、ダメージ負うんですかね。まあ噛みつくじゃねえな、襲われたら。あーそうだった、忘れてた、ウォーカー幻ね。おそらくデイメア症候群ですよね。それで幻が見えるんでしたね。これ地下行けんのかな、どうだろう、ちょっとチェックしましょうか。地下行く感じ、あ地下行かない、地下行かない。どっか突き破ってきそう。ああそうだ、ここにカプセルに入ったやつが2体いたけど、どう飛び出してくっかな。あいほらね、あこいつはまだ別だね。よいしょ、おう、えマジでヘッドショットできんの、初めて知った今、ヘッドショットができるということ。頭ぶち抜けないって思ってたんだけど、ああれがいない、隊員が、隊員の死体がないよ。どうなってるここ、どはあなんで、なんであれがガラス、カプセルからあんたら出てんの、これ出てくる気満々だよね、襲う気満々だよねこいつら。カプセルからね、あの飛び出てますよ、飛び出てるっつうか。どう、大丈夫、いや大丈夫じゃない、絶対大丈夫じゃない。とりあえずあのアイテム預けようか。どう、来ないね、襲ってくるかと思ったけど襲ってこないわ。これ予想だけど、多分ね、あのエリートゾンビが入っていた建物あったじゃないですか、あそこからケーブルカーのとこ目指すんじゃないかね。あ違ったここだ、こっから行けるみたい、閉まっている、合う鍵さえあれば。鍵を探してこないといけないみたいだね。あら、ゾンビが変わってる。ここ、確か、警察ゾンビが一体いただけだったんだけど。待て。あ、出てきた。ポリコゾンビ。後ろは大丈夫。ちょっと、ハンドガンの弾が多いんで、これちょっと使って、ね、潰していこうか。OK、いった。え待って、壊れてるよ。通行止めになってます。ああ、これが爆発したんだね。その衝撃で。ここが塞がっちゃった感じかな。すごい爆発だったみたいだね。結構な規模、のものが、こう、崩れかかってますよ。今度はこれ、ロボコップですね。ロボコップがいますよ、ここに。はい、じゃあ、ゲット。結構あれだね、いろんな、映画の文字ってね、登場させるところ。ここって遊び心があるからいいよね。ゲームってね、遊び心があるとね、楽しさも増大しますからね。まあ、メタルギアがいいとこだよね。遊び心満載だし。あれがいい例ですよ。鍵ゲット、倉庫の鍵。OK、戻るか。あいつ生きてたな。あいつ生きてたぞ。絶対起き上がってる。は？警官は消えたけど、他にゾンビが、3体。3体いますね。ショットガンで巻き込んでいった方がいいね。引っかかってないあいつら。引っかかってる。引っかかってるってことは巻き込めるぞ。巻き込み。いった。巻き込めたね。あ。なるほど。警官ゾンビが起き上がって、せき止めててくれたみたいだね、他のゾンビを。ありがとう、警察官。さすがです。市民をね、身を挺して守っててくれたみたいですね。警察官の鏡ですね。あなたのおかげで、楽に、倒せました。ありがとう。怖い。角待ちゾンビがたくさんいそうな、悪いエリアですね、これは。え？
待て待て、ち、あ、強化兵、強化兵士。ノーマル一体、強化が一体。来いよ。あぶなーい。起き上がってくんだよ、まだ。こっちの除去が残ってるから。いた。チェンジ、チェンジ。ふぅ。まだよね、まだ。オッケー、分かってる、分かってる。とりあえず、ちょっと距離取っとこうか。そこのゾンビ、復活しないよな。次で終わりかな。なんか、この人の顔光ってるけど。なんか発酵食品でも食べたんですかね。発酵食品ってあるね。光った方の食品って意味なんですけど。これ多分奥さんとね、ここまで逃げてきたけどやられちゃったって感じでしょうね。ほいほい。え、これ下行くの？上行くかと思ったんだけど。下からか。いるね、いるね。読んでた。読み通りだった。うおお、びっくりした、びっくりした。壁突き抜けて、ね、私に挨拶しに来たゾンビちゃんがいた。え？どうなってるの？あれ。あれだよね。うん、来ないよね。どうす、どうなんだろう、あれ。来んのかな？襲ってくんのかな？後から。それもバグで今生成された。来てる？来てる？来てないよね。あ、いた。やべ。幻。ちょっと。あ、ここに出てくるのね。うん、ここに出てきました。ハゲ女子ゾンビが。うん、やばい。オッケー。あ、やっぱ、あれだね、本当に。エリートゾンビの封鎖したところを通過していく感じだね。ん？まだ生きてたんか、お前。しぶといの。眠れ。眠んない？眠った。I don't believe what I see. I grew up in this neighborhood. ああ、じゃあサミエルもここでバスケットしてた。だね。うん。ここら辺で育ったっていうの。じゃあこれが大量の死を招いた原因なのか。政府の実験で作られた生物兵器が。サミエルはこれが何かっていうのがよく分かってないもんね、まだ。うん、なんか、まあ殺戮兵器っていうのだけは認知してるけど。正式名称までは知らないからね。そういえばこっちどうなってるかね。銃砲店。あ、銃砲店なんかいるわ。ゾンビいる、ゾンビいる、ゾンビいる。多分、どうだろう。アイテム出現してるかね。なんかアイテムがあればいいんだけど。どうかな。毎度、あ、アイテムあった。ね、追加されてましたね。あ、そうか。ここが塞がれてたんだよね。お、お、待て、嘘。どこ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 。秘密の、うん、部屋があるみたい。ここかな。あ、ここにあるっぽいぞ。あ、ここだ、ここ。うん。てか、こんなとこあったんだね。気づかんかったわ。だってもうちょっと、みんな見づらいかもしれないけど、ちょっと、見ていく。あった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 。ありがてー。あれ、コンピューターは？ねえのか、コンピューター。くっそ。こっち行けない。預けられないですね、物。うわ、もう。所持品がもうパンパンっすよ、パンパン。じゃあ行こうかね。どう？え？なにこれ？これ、どういった状況？誰かが傘をね、使って、このゾンビを串刺しにしたんだ。え？エリートゾンビじゃない？あいつ武器使うし。傘取って攻撃したんだよ。いやもう、なんか、それしか考えられない。やばいな、エリートゾンビとそろそろ遭遇しそうだね。っていうか、
次のエリアぐらいでエリートゾンビがね出現した、場所に着きますよ。これよりもうちょっと後だよね。この次のエリアだ。どう？あ、普通。ゾンビいないよね。ここゾンビだらけだったんだよね。今どうなってっかね。大丈夫か？どうした？どうした？顔を手で覆って、そんなジョジョのポーズ取って。あの、ジョナサン・ジョースターがこれやってるよね。あの、コミックの表紙で。あと、ね、あの、漫画の一部で、これ。やってなかったっけ？セーブ入った。セーブ入ったってことは、これゾンビラッシュ来るかな？いた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 。とりあえずちょっとめんどくさいから。まだゾンビが湧いてない時に始末しとこう。で、ちょっとここからゆっくり行こうか。なんでここでさ、なんていうのかな、調理場があんのかな。あ、あれか。リンゴのね、祭りか。リンゴのお祭りがあったから、そのね、屋台だったんだよね、ここは。だけだっけ、なになに、だけど、バイオハザードが発生したって感じでね。あ、あれだね、鍋が爆発したね。圧力鍋だったんかな。なんか破裂した感じ。あれ、こっちだよね、今爆発したの。それとこれ、この車がぶつかった。どうだろう、ちょっとわかんないけど。偽物、ちょっと偽物率が多いよ。偽物、え、もう3体偽物が出てきたんだけど、ここだけで。いや、マジでサミエルさ、薬持ってきてないよね、これ。飲む仕草見せてないってことは。これは本物、これは本物、さっきいたもん。さっき後ろに寝転がってたもん。知ってるよ。あなたが偽物じゃないってことは。ここ登れる？まさか。どう？あ、いけるいけるいける。こっちが？正規ルート？どうだろう？サブのルートかな？ん？結構上まで続いてんね。え？あ、いけるんだ。何ある？何ある？閉まっている。日本食レストラン坂村の裏口の鍵を探す。あ、はい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 。このゲームに登場する、ね、日本和食の、日本和食のレストラン。ですね。坂村の鍵はどこにあるんですかね。なんかさ、サイドパック、拡張パック要素もあってもよかったかもね。こんだけアイテムが手に入るんだったら。人によってはさ、プレイが上手い人がいて、ね、弾とか温存できるし。また回復よかった。結構ね、あるんだけど、取れないんだよね、もう一杯だから。弾置いてきてもよかったかもね。はい。弾置いてくれよかったね。って言って、いざ弾が少なくなるのがちょっと怖いから。っていうのがあって、ちょっと預けてこんかったんだけど、やろうか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。タフーン、弾切れた。50。やばい、ショットガン。待って、飛ばす。ゲロリンチョ飛ばす。ゲロハキオさん。ね、お前の対処法は大体得してる。あ、来た、エリートゾンビがいたところ。あ、開いてる。エリートゾンビがね、こう閉めていったところが。これちょっと中調査するしかないね。こっちは、あ、一応生きることはいけるけど、あれ、
ごめん、さっき言ってた酒村ってところ別の和食店かもね。だってこっちだったよね確か。うん、この先、この先にあったんだよね前言ってた和食店は。これは歯車、うん、バルブですね。またなんか置いていかないといけない。ちょっと待って、やばい、置いていくものが多すぎる。いやね、物がね、うん、多く持てないのはやはり不便ですね。まあそこがリアリズムのところなんですけど、とりあえず今バルブ取ってきましたが、ここで使うのかな、バルブ。どう ?3 階。あ、上にあるのなんだ、ショットガンかな、ショットガンの弾っぽいですね。どう、うん、ショットガン。あ、いた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 。え、エリートゾンビ死んでんだけど。嘘、なんで、所持品がいっぱい。エリートゾンビ死んでるよ。あれかな、自分で殴った、自分の頭を。いや、それは無理か。うん、そんな力入んないもんね、自分で自分殴っても。なんだろう、熱いバトル展開ができるって思ったんだけどね、まさかの、うん、エリートゾンビ死亡のお知らせ。あれかな、もしかしてゾンビ化になる手前だったのかもしれないね。まだ人間としての理性とかそういったことができる状況、うん、でこの家に、この家っつうかマンションに入っ逃げていったって可能性はあるよね。うん、今となってはちょっとよくわかんないけど。あ、さ、酒村の鍵あった。来てるね。なんか来てるね。酒村の店主だったみたいだね、この人。ま、マジかマジか。お、えぐいえぐいえぐい。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 危ない。うわぁ、もう食らった。待て。生きてるな。ちょ、ごめん。道を開けろ。道を開けろ。大丈夫?大丈夫だね。うわうわうわ、来てた来てた来てた。マジか。押し寄せてきてた。あ、これちょっと、そこの手前で寝っ転がってたゾンビだよね。え、まだかい。え、やべ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 。え、まだ?いけ、いった。よしよしよし。危ない。多分あと一発ぐらいしか残ってなかったはず、弾。うん。なんかここら辺で寝っ転がってたやつじゃなかったっけ?違うか。別のゾンビだったっぽいね。まだ生きてんのか、お前。どっか別のとこから来たゾンビ?まだかい。弾切れた。リロードして。あ、じゃあ、やばい。殴れた。よかった。ちょ、もういいや。殴ろう。うん。よし、倒した。はい、来た。酒村。酒村来たけど、ちょっと下のアイテム取り戻りたいね。あれ?ここも酒村だったんだ。あ、酒村って、このさ、近くの?うん。チェーン店みたいな。チェーン展開してるお店だったみたいですね。こっちもね、どうやらインベーダースタジオ近くのね、あの酒村の店舗だったみたいです。いやー、いるやー、いるな、これ。いたね。萌え萌えゾンビが。ちょっと待って。まだ?いた。あ、これもしかしてあれか、インベーダースタジオの方の入り口と繋がってる可能性あるね。なんか方角的にして、なんかそんな感じがする。幻?今ダメージ、あ、ダメージ入ってなかった、よかった。あのね、今殴ろうとしたけど殴るのが遅かったですね。イーって言ってて、でもあの指が硬直してた。うーん、ちょっと一歩遅く押しちゃったんでね、打撃はできませんでしたけど、幻でしたね。で、幻からダメージを受けてもね、食らわないみたいです。あ、そこは良かった、本当に本当にそこは良かった。なんだ、じゃあ積極的に、まあ積極的っていうか、うん、幻は安全ですね、事実的に。
ただ幻だって思ってね、何もしないでいたらね、本物だったってパターンがあるから、積極的に攻撃しないといけないってところは変わらないんですけどね。あ、ほらほらほら、ここだよ、絶対。ん？いたな、いたな、いたな。ここだよ、絶対。インベーダースタジオのところと繋がってる入り口。だけど多分開かないんじゃないかね。レストランの扉は塞がれている。あ、だね、だね、ほらほら。火災報知器が鳴ってるってことは、煙が充満してるってことだから、あそこと繋がってるんだ。ただこっちには行けないみたい。煙が充満してるから。多分。鍵があれば開くかもしれない。バルブ。これどうやって回すの？あ、来た来た来た。適当にやったけど、来ました。街を抜けてケーブルカーの駅を目指す。じゃあ、こっからケーブルカーのところまで行けんのかね。なんかある。何？点火。めっちゃなんか、アイテム、鍵だね、鍵だ。どこ？メンテナンスキー。こっち？違うね、あっちだ。あ、やっぱこっち行くのかな？あ、出れました、出れました。それじゃあ下向かおうか。こっちからフォークリフトのとこ行けたっけ？まあそんな、ちょっと記憶はないんですけど。火事鎮火してたね、やっぱり。こっちどこに繋がってたっけ？あそこか。こいつら動きそうだな。こいつら。なんか配置的に動きそうな雰囲気。ちょっと前に書いとこう。まず一人。後ろは大丈夫。前だけだね。ちょっと前に集中して。外す。外す。幻。幻に3発使う。1発でいいところを。あれだね。幻でもちゃんとここで配置されるんだね。幻で。だから、なんつうのかな。突拍子に現れるもんかと、今まで思ってたんだけどさ。で、今までさ、角からニュッと出てくる感じだったと思うんですけど、今回初めてだよね。最初から見えてたのって。だから幻って全然思ってなかったんだけど。どう？ゲロ吐きおくん。ゲロ、ゲ、ゲ、ゲロ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 、ガッガッガッと。ガッ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 、弾切れた。ちょっと補充して。いや、食らった、食らった。落とした。あ、やべやべやべ、落としちゃった。いや、どう、あ、入ってた。やばい、吐く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 か。ちょっと待って。引っかかったし、刺されたし、バカ誰が。いや、2回刺された。とダメージ負ったぞ。30%。もう回復しとこう。こっちだね。空いてた、空いてた。やっぱね。違うルートといえばこっちぐらいしかないかなって思ってたんだけど。案の定でした。これで山に繋がってんのかな？まだか。よしよしよし。強化ゾンビはまだ気づいてないから。ゆっくり処理できる、こいつ。大丈夫？大丈夫、大丈夫。気づいてない。気づいてないから、もうこっから狙うのありだね。待て。あ、バレちゃった？バレたね。来てる来てる来てる。ちょ、待って。ショットガンにも書いとこう。一体だけだよね。強化ゾンビ一体だけだ。よう、俺はここだ。はい。OK。なになになに？壁の裏から聞こえてくる。お、倒した倒した倒した。結構楽に倒せたね。あ、こっちから聞こえてくるよ、この裏から。もうちょっとかかるかと思ったけどね。だって今強化弾じゃなかったよ、ハンドガンの弾。そういうのに倒せたのはでかいね。あ、もうこっから山道につながってんだ。へえ、あ、幻覚が。後ろ大丈夫？怖いね、怖いね、怖いね。ボス戦の匂いしてきた、ボス戦の匂いが。
参道に出てきたけど、ね、軍の野営地あるけど、残念ながら壊滅してますね。で、ゾンビもはびこってるし。うわ、めっちゃ弾が、弾薬がばらまかれてるね。あ、ここで、あれだね。補給車らしき人は射殺したんだ。ここに並べて。じゃないとこんな綺麗にね、弾薬がばらまかれてるはずないもん。そうだね、並べさして、やっちゃった感じだね。バレたね。ちょっと待って。うまいこと避けられないか。こっちにもいんな。俺避けられんじゃない？ちょっと待って。こっち違う。ダッシュダッシュダッシュ。いけるいける。オッケー。ちょっと待って。ここからショットガン。制圧力のあるもんが突破には必要。角待ちなし。ケーブルカーあった。はい、これでまた上に行く感じだね。これでチャプター4は終わりですかね。これあれかな、自分が降りてきた時に使ってたやつですかね。それとまた別のロープウェイかな。ああ、別のだね。大きさが違うわ。狭かったもんね、もうちょっと。じゃあ、行きましょう。さあ、どうなるかな。サンドマンの追跡は街の外まで続いた。危険な住民を振り切ったサミエルは電波塔があるラジオ局にたどり着いた。ここからならレアダムへ進むことも容易なはず。しかし、そのためには草が生い茂るバーミリオンフォレストを越えていかねばならない。最後の対決が残っている。ここから森を抜けないといけないみたいですね。レアダムを目指すには。周囲のエリアを探索する。はい。というところでね、長くなったんで、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。おそらく山を越えてっていうか、まあ、レアダムまでね、たどり着いたらね、チャプター4終了で、また、レイブンに戻る可能性があります。あ、でも最後は多分レイブンだな。だってほら、抗ウイルス剤持ってたから。多分そうなる流れだと思います。はい。というところで、本日の、そこゾンビいるな。そこゾンビいるな。動いたら多分襲ってくるんで、まあ、このまま動きませんけど。ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。この続きもね、良ければまた見ていただければすごく嬉しいです。それでね、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると、動画作りのね、やる気につながるので、よろしくお願いします。それでは、島津のデイメア1998でした。失礼させていただきます。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。